満月を待っては1999年に出版されたアメリカ合衆国の絵本。メアリー・リン・レイが文章バーバラ・クーニーがイラストを担当した児童向けの絵本。この作品はイラストレーターであったバーバラ・クーニーの死の6ヶ月前に出版され、生前最後の作品となった。本の内容は19世紀にニューヨーク州コロンビア軍の山中で、 バスケットを制作して、生計を立て、ハドソンの街で売る以下の姿を、少年の視点から描いたもので、クーニーの以前の作品の一つである、に車引いてと似たものになっている。ある雑誌は、この本について、静かで美しいと称賛したという。掛川京子の訳による、日本語翻訳版は、クーニーの死去から半年後の2000年9月に、アスナロ書房から刊行された。 日本語版は新聞各紙で好意的に紹介され、2000年に出版された絵本を対象とした第6回日本絵本賞の候補作24作の一つに選ばれた。柳田国夫は2001年のインタビューで最近いいなと感じた大人に勧める絵本の一つに満月を待ってを挙げている。ありがとうございます。